当児童館を行ったらすごいのがいた。夫婦で来てる人がいて、それ自体はよくあることだから気にしてなかったんだけど、その旦那がすれたい。母親同士で雑談してた時、今日は旦那が飲み会だからご飯作らなくていい、自分一人だから近くの寿司屋で一人分寿司買ってきろって話した。そしたらその旦那が、え、旦那の金で随分贅沢をしますねっていきなり話に入ってきた。随分トゲのある口調で、私、え、いや、私のお金で買うんですけど、うちは共働きで決まった額をお互い家計に入れる方針、余った分はそれぞれ小遣い。旦那、私のお金って元をたどれば旦那さんの稼ぎでしょ。普通は節約しようとか思わない。私、いや、私の稼いだお金なので。旦那、でも今育休中でしょ。私の稼いだお金って言うけど育児給付金でしょ。それ元をたどれば国民の税金だよね。あなたがしていることは生活保護のくせにステーキ買ってるやつらと同類だよ。マジでポカンとしちゃったよ。周りのママさんもドン引き。適当に話を終わらせて移動したけど、そいつの奥さんずっとうつむいてたな。家でもあんな感じなのかな。何にせよ初対面の人にあそこまで言える神経がすごいと思った。